皆さんこんにちは。日本の女性歌手である浜崎あゆみさん。今回は浜崎あゆみの福岡公演が中止された本当の原因と子供を隠し続ける理由や父の正体について紹介します。まずは浜崎あゆみの履歴とプロフィールから紹介します。浜崎あゆみは日本の女性歌手、所属レーベルは ABEX トラックス。2000年前後に自身作詞でミリオンセラーを連発し、CD 総売り利上げ枚数が5000万枚を超えて日本の歴代女性ソロアーティスト1位。1999年1月発売のデビューアルバム A Song 4×× が約145万枚を売り上げて、歌手としてブレイクを果たすと、女子中高生を中心に彼女のファッションやメイクを真似する若者たちが増え、マスコミなどから女子高生のカリスマと呼ばれるようになった。ファッションリーダーとしてネイルアート、サングラス、ヒョウ柄などが流行し社会現象となった。ベストジーニストやネイルクイーンでは殿堂入りも果たしている。2001年3月期において所属レコード会社 ABEX 社の売上高利益の4割を稼ぎ出し、同年秋にアルバムの発売延期の情報が流れただけで株価が下落するなど、同社の経営状態を左右するほど看板歌手としての浜崎の存在感は高まり、浜崎頼りの同社の経営体質の弱点が好感であゆ依存と揶揄された。2004年に ABEX の経営方針をめぐって、当時の専務松浦正人と与田辰巳会長が争った際には、浜崎あゆみの言動が大きな影響を与えた。歌手浜崎あゆみさんの9月11日に予定されていた福岡での公演が開催中止となったことが公式サイトで11日に発表されました。公式サイトでは、現在開催中の TA リミテッドサンクユーツアー2024において9月10日公演中に音響並びに演出機材の技術的なトラブルが発覚いたしましたと発表。 ZEP 福岡での11日の公演を中止すると報告しました。また、本日ただいままで復旧に向けて調整対応を続けてまいりましたが、現時点でそのめどが立たず、浜崎あゆみ及びスタッフ一同協議の末、直前でのご案内となり誠に申し訳ございませんが、本日の公演の開催を中止させていただくことにいたしましたとし、公演を楽しみにしていただいていた皆様には多大なご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げるとともに、この度の公演開催中止に関しましてご理解いただけますようお願い申し上げますとコメントしました。振り替え公演の有無やチケットの払い戻しについては決定次第改めて公式サイトで発表するとしています。今回のツアーはファンクラブ限定で9月2日に東京でスタート、中止となった公演前日の10日も福岡の ZEP 福岡で公演が行われていました。歌手の浜崎あゆみが2021年11月8日早朝、体調不良を訴えて救急搬送された。所属事務所によると、搬送先の病院でアナフィラキシーショックと診断された。一時意識不明だったという。アナフィラキシーショックとは、アレルギー症状が複数の臓器や全身に現れ、意識の消失など重い状態になる反応を意味する。医師で医療ジャーナリストの森田豊氏は、アレルギー物質の影響で皮膚だけでなく呼吸器や消化器などに影響を与えるとアナフィラキシー、さらに血圧が下がるとアナフィラキシーショックとなると解説した。原因については、一般的にはワクチンなどの薬剤、そばやピーナッツや甲殻類に代表されるアレルギー食品、蜂毒などと説明。血圧が下がり、脈拍が異常に速くなるなどの症状が現れ、場合によっては命を落とす危険もある。症状が出た場合はアドレナリンを使用して血圧を上げたり、ステロイドで免疫機能を抑制する治療をするのが一般的。森田氏は、浜崎さんの場合はすでに容体が落ち着いているとのことなので、原因となったアレルギー物質を摂取しない限り容体が悪化することはないでしょうとし、普段使用しない薬を服用した時など誰にでも急に発症する可能性があると警鐘を鳴らした。浜崎あゆみさん、現在のパートナーはバックダンサーのペイさんこと荒木俊平さんだと言われています。2019年7月に仲良く手をつないで歩いているところを写真週刊誌にスクープされました。その際の見出しが20歳のバックダンサー P ということで、当時の年齢とペイの P で一致しますね。
さらに第一子の妊娠発覚当時に関係者がお腹の子の父親はチームあゆのメンバーだと言っていました。2人の SNS にそれぞれ同じ場所で撮った写真をいくつか載せたりもしています。浜崎あゆみさんの結婚歴を見ていきましょう。1人目はオーストリア出身のマニュエル・シュワルツさん。2011年から2012年までパートナーでした。2人が出会ったきっかけは浜崎あゆみさんが出した曲バージンロードの MV。 アメリカロサンゼルスで恋人役の男性のオーディションにマニュエルさんが応募、見事抜擢されたどころか実際の恋人同士になったのでした。そして2011年1月にラスベガスで挙式をしましたが入籍はしなかったそうです。しかしちょうどその年の3月に東日本大震災が起こりました。そのために浜崎あゆみさんは日本にいることが多くなり、マニュエルさんとどんどん離れていってしまったといいます。さらには何の相談もなしにマニュエルさんはヌード写真集とほぼ同様の本を出版。内容が内容だけに浜崎あゆみさんの心が冷えてしまったのは仕方がなかったかもしれません。マニュエルさんは売れない役者だったようで紐状態だったといいます。結局結婚してわずか1年後の2012年1月にパートナーを解消しました。浜崎あゆみさんの結婚相手の2人目はアメリカ人のタイソン・ボドキンさん。2014年から2016年までパートナーでした。2014年当時まだカリフォルニア大学ロサンゼルス校の医学生だったそうです。そして浜崎あゆみさんより10歳年下の25歳だったのです。友人の紹介で出会って意気投合して1年後に結婚。こちらは浜崎あゆみさんのお母さんが代理で婚姻届を提出したことが分かっています。結婚したまでは良かったのですが、夫のいるロサンゼルスでは歌手活動が難しかったようです。そこで別荘のあるシンガポールに拠点を移します。その時をのタイソンさんは医者の夢を捨てて一緒にシンガポールへ。大きな夢を諦めてしまい、日本では無職で紐状態になったことが良くなかったのかもしれません。さらにアメリカではかなり肉感的な体つきの女性が好まれます。タイソンさんもそうだったようで、浜崎あゆみさんにもっと太ってとお願いしていたそうです。しかし彼女は歌手としてツアーをするにはトレーニングなどをして体を絞らなければなりません。そのあたりの理解がタイソンさんからは得られなかったといいます。結局2年で結婚生活にピリオドを打つことになりました。浜崎あゆみさんは2019年に極秘出産していたことが大きな話題になりました。さらに第二子も2021年に生まれたのですが未婚のままなのです。荒木俊平さんとずっとお付き合いは続いているようで、子供も2人生まれているのになぜでしょう。どうやら自分の子供に全ての財産を相続させたいという思いがあるようなのです。そこまで思うのは自身の老いたちが関係してくるのかもしれません。浜崎あゆみさんがまだ小さかった頃にお父さんが蒸発、母と祖母に育てられましたが、男手がないと収入にも限度があります。非常に貧しい生活を送っていたことからいじめにあったこともありました。きっと我が子には自分の幼少期のような生活を送ってほしくないという思いがあるのでしょう。だから浜崎あゆみさんは籍を入れずに自分の資産を全て子供に与えたいと希望しているのかもしれませんね。一方別の見方もあるようです。2023年に24歳の荒木俊平さんと45歳の浜崎あゆみさん、2人の年齢差は21歳もありますね。荒木俊平さんはダンサーとしての夢を叶えたばかりで、これからキャリアを積んでいく人。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。